皆さんこんこにちはのやぶきれんです3月293031日とラッシュ新宿店さんで動物園水族館ペットショップサーカス動物たちはどこから来るのというイベントを開催させていただきましたこのイベントを開催させていただくにあたってそして開催期間中も ずっと LIA の投稿にはラッシュ新宿店さんを Instagram 等でタグ付けをさせていただいておりましたあのこのタグ付けにはすごく僕らは意味を込めていましたご覧になっていただいた方は分かると思いますあのラッシュ新宿店さんって ずっとあの昔はインスタグラムを通常通り使っていて商品の,あの告知とか広告とかえそういうものを流していたんですねラッ,シュラッシュさんってそもそもの広告にお金をかけないというふうに理念を持った企業さんなんでそういう広告という意味ではなくて商品の説明というかえこういう商品がありますよというのを インスタグラムや SNS を使って投稿するっていうこともあの以前は普通に行っていたんですねただ今皆さん LIA がタグ付けをしてご覧になった方ご理解いただけると思うんですけどもう停止している状態なんですよ何が停止しているかあの投稿を ご覧いいたただきたいんですけどこのインスタグラムとか SNS で起きている現実を鑑みてもう投稿することをやめているんですよね。そしてその投稿だけが残っているんですよ。その問題を提起した投稿だけが残っているんですよね。それをあの僕らは。 あのかなり前から知っていて LIA はもうラッシュさんとは4回イベントを行わせていただいているのでラッシュさんのアカウントもフォローさせていただいてましたそういう中でこういう投稿だけを残して他の投稿を削除してもうアップしないということにすごく 共感を覚えまましししたし素晴らいいなと思いました LIA もライブ配信をしないということをあの僕が決めてその方向でずっと進んでるんですけど、まあ、僕らの場合は LIA の場合はライブ配信をしなくなった理由っていうのはコバルトやレアアースの問題 そこのバックグラウンドにある自然破壊や動物の殺害そして児童労働レイプえそういうバックグラウンドがあってライブ配信をやめたわけですけど電池のねあの過剰な消費っていうのを抑えようとしてそういうことに至ってるんですがラッシュさんではこの インスタグラムをはじめとする SNS が及ぼす影響特に子どもたちへの影響を鑑みて使うのをもうやめてるんですよね。そもそも使うのをやめているというそのうち規制されるんではないかというふうにあの書いていますよね。で実際にじゃあ現実の世の中どうなってきてるのかというとえー フェイスブックの創設者がアメリカの公聴会に呼ばれていじめそのインターネット上のいじめで自殺した保護者の方に、えー、公の場その公聴会の場で謝罪するという事態になったりしてきてるんですよ。まあ Facebook はあのメタっていう名前に会社を変えて。 あの今やっててインスタグラムも参加に収めてますけどあの一時期選挙活動に個人情報を流出させ,させていたとかねそういうことでもかなり問題にはなったんですけどそれ以外の部分もっと人の生活に関係があるというか直結している部分でそういう被害が起きているということを。 報告されているそういう中でラッシュ新宿店さんはじめラッシュさんがその使用をもう企業としてはやめたっていうところが素晴らしい決断だなとすごいなとさすがだなっていうふうに思いました。僕らはあの自然環境と 野生動物愛動物たちの、えー、ための活動を専門に行っているので人間の活動ではないので SNS は利用させていただいてるんですけど SNS の,の利用方法っていうのはやっぱり見直さなければいけない部分があるなというふうにあの考えてますしこういう時代が長く続かないだろうなというふうに 思っていますあの僕らがインターネットを始めた頃一番最初に流行ったのが、えー、ブログというものだったんですけど、えー、特に Yahoo ブログっていうのがすごい勢いで、あのー、たくさんの方に利用されてただ今、ah、ブログってないですよねその次にワード出てきたのがミクシーっていうもので Mixy も今 Mixy を中心に、えー コミュニケーションを行っているっていう方すごく少ないんじゃないかなと思います SNS ってやっぱそういうもので使っている時はそれがなんかすごくフォロワーがたくさんいるとかそういうことに左右されたり気が入ったりするんですけどそういう終わってみるとというかそれは終わっていくものなんですよね変化していくものであって今だけのものでしかないんですよ 今フォロワーがたくさんいるとかインスタグラマーとかそういうインフルエンサーって言葉がありますけどそういうことに左右されているのはほんのひとでしかないのでこれはどんどん変わっていくものですしあの一瞬にして価値がなくなったりすることでもあったりするんですよ。そんななものの,あの犠牲になっている 自然環境や動物や人がいるっていうことはやっぱりそれぞれの人がもう一度どういうふうに関わっていくのかっていうのを考えないといけないものなのかなそういうツールなのかなというふうに思います。あの活動を、ね、すするる上ででで一つのののツールとしてて使ってはいいまけけどこの中に僕ら住んでるわけじゃないので あ,のあくまでも利用すするわけですよねただそこに依存してしまったりそこから離れないような、えー、環境にしてしまったりすることそしてそれに貢献してしまうことマイナスの意味でそれはやっぱり避けたいなというふうに思うので、えー、距離を持ってそして節度を持って。 えー、使っていきたいなというふうに思っています。えー、皆さんラッシュさんの投稿まだご覧になってない方がいらっしゃったら是非ご覧になってください。そして現実を知って、えー、もう SNS やこのスマートフォンやインターネットっていうものが現代の人から切り離せないような状態になってますから今一度そこで立ち止まって 現実の自分たちが生きている世の中とこのバーチャルの世界について、えー、今一度考えていただいてその距離感や利用の方法などを考えていただけるとありがたいです。えー、今回は えー、そういうお話でしたご視聴いただきありがとうございましたではまた。